どうも、ニャンキーのニャン、アクニャンです。そしてニャンキーのキーナキータンです。今日ね、おそろコートしてるんですけど、2人でバスツアーをやります。僕の地元の日光にファンの方と一緒に待ちに待っただよ、ほんとすでに乗車が始まってるので、この後駆けつけたいとね、ちょっと一瞬トイレ行ってくるわトイレ行きたいということで、今日は楽しんでいきたいと思います。それでは、エビバディゴー。行くよ、回してます。もう普通にガン見えだからさ、バレてっからいいよ。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。バスツアーナウー見て、ほらすごい来てんの。本当に落ち着けって取らなきゃ。最悪。取ってんじゃねえよ。ティッシュ取れ。キーがまたこぼしました。服は一切汚れてません。はい、一言。毎度毎度すいません。毎度毎度すいません。キャンキー。イエーイ。みんな来てる？いいよいいよ。こちら側に寄ってください。お願いします。すげえ、すごいバスツアーっぽいね。すごい楽しい。楽しい。大体の小学生が 90% みんな小学生だよ。今日小学生です。あ、いやめっちゃ可愛い。あ、エトとかもある。エトは全部そう。まあ、見本が掘り上がるとこになるんですけど、うまい。キー決めた。早く選んでいただいて、直感で復活。虎と神経を選んだ人は結構時間かかりますので下書きだけで時間終わるんだけど頑張れ。曲線は立てないでさ、怖いと思ってるんじゃない。絶対怪我する。じゃあ動かし方はですね、なんかみんな後半どこ掘ったんだろうなって分かるよね。分かるよ。ゆっくり食べてくださいね。よっよっ上がれる。よっよっせっかくね、旅館に来たということで、はい、浴衣に着替えてきました。どうですか。もうね、これサイズがこれしかない。そうそう、絵柄がこれだった。絵柄が選べないっていうでもなんかぽいかなと思うんですけど、どうでしょうか。大丈夫、いい感じですか。食べますか。うまそう。ご飯なう。おいしい。湯葉がおいしい。どうですか。よかった。あ、そう、チェキ取ったらみんなあんま振らないで、とにかく温めないと発色が良くならないけど、象がブレちゃうんで振らない方がいいです。チェキ取ったした。昨日来てもらったの夜。行った方がいいですよね。どうした。オンザ眉毛にもほどがある。オンザ眉毛にもほどがある。パーマかけたの。いや、今日巻きました。さっき秒で巻いて、秒で巻いたよね。朝ストレートだった。これ、ちょっとね。あ、はい。はい、今日よく見るかな。見れる。全かけ。まあ、これで全員行き渡りましたよね、かき氷。さあ2周目もお待ちしてますので、余裕のある方は。いや難しいんだよね。
はい、ということでバスツアールンボ終わりました。ありがとうございました。楽しかったね。充実した一日でした。全体通して修学旅行みたいだったよね。そうだね。しかも無駄に早着替えとかがあって、そう結婚式みたいな感じもあって、お色直し5、6回くらいしましたかね。そう、はい、他にもですね、なんと動画が12本あるので、投票したんですけど一番人気はムーミンの動画だったので、はい、ぜひ見てみてください。すごい可愛い雰囲気の動画なので、ということでこの動画が良かったら高評価お願いします。そしてですね、今5万人目指してるのでぜひチャンネル登録をしてください、はい、そしてイベントも11月にあるのでぜひお時間ある方は来てください、はい、では皆さんもお幸せに。幸せに。バイバーイ。